皆様どうぞ中央スクリーン、ステージ中央スクリーンご注目ください。一番審査ソワイゲームズの沢です。いよいよ投票日まで残り2日となりました。いや先日は本当に対談させていただき本当にありがとうございます。石村慎さんのこの政治を楽しむ姿、心を突き動かされた、若い世代、まあ、僕を含めたくさんいるかと思います。本当に、ありがとうと、まあ、まず伝えたいです。そして、まあ特にやり残したことはないと思っております。石村慎さんもなんで、あとはもう楽しく笑顔を忘れずに最後までやりきっちゃってください。応援します。しゃメッセージをいただきました。ありがとうございました。続きまして、今回の都知事選に向けて石丸伸二後援会会長を務めていただいております、ドトール創業者鳥羽博道より皆様へご挨拶をさせていただきます。鳥羽会長、よろしくお願いいたします。紹介いただきました鳥羽でございます。いまだかってこんな大勢の前で話をしたのは初めてですね。まあ、私の経歴をちょっとお話しますと、16歳の時に無一文で埼玉県の深谷からですね、この東京に出てまいりました。それから20歳の時にですね、ある思いから移民船に、アルゼンチン生の移民船に乗りまして、42日間の旅でブラジルに渡りまして、で3年間ブラジルでいろいろと労働しながらコーヒーの勉強もし過ごしまして、23で帰ってきたんですね。その間行く時は、まあ、ロサンゼルスからパナマ、それからベネズエラ、キュアソー、イースト、それからサンリオデジャネイロ、サントス、帰りは、リオデジャネイロからケープタウンを通って、モリシャス、イーストロンドン、それからシンガポール、香港というふうな形で、一応船で世界一をしてまいりまして、なんとなく地球のサイズが分かったような気がしたわけです。それ以来24歳の時にドトールコーヒーを創業いたしまして、44年間社長をやって68歳で社長を務めていただいたわけです。でその間にですね、ずっと日本経済に対する、もちろんある時はジャパンアズナンバーワンと言われるような形でですね、大成長してきたんですね。しかしそれ以降はですね、どんどんと経済が下り坂になっていくというふうな状況を見まして、それから政治の貧困、その状況を見まして、非常に日本に対する危機をずっと持ち続けてきたわけです。でこの国はやはり何とかしなきゃいけないと思いつつも、一人でどうにもなるものではないということで、社長を辞めてからすぐにですね、銀座の並木通りに10階建てのビルを作りまして、その9階約100坪をですね、まあ人呼んで、私がそう言ったわけじゃないんですけど、遊牧サロンというふうな形でですね、国をいろいろと植える方たちが、まあ、集まっていまして、でその中でみんなで一緒に力を合わせてですね、卓越した国家経営者、一人の優れた経営者を作りたい、そしてその人がもし現れたとするならば全員で応援しようというふうな思いで、そんなサロンを作ったわけです。それから約ちょうど15年前にですね、私の履歴書という日経新聞の私の履歴書に載ったんですが、やはりその時の私の思いというのはですね、まあ、その前にその経済がだん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 停滞してまいりまして、かつては世界第2位の GDP を作るまでの国になったわけですね。
そして今現在2024年はどんな状況かと言いますと、ドイツに打たれまして、ドイツは8300万ぐらいの人口なんですね。日本は1億2400万ぐらいでしょうか。それだけの人口差があるにもかかわらず、ドイツに抜かれて4位になった。で、来年はですね、インドに抜かれて5位になるであろうというふうに言われているわけですね。そして2000年にはですね、1人当たりの GDP が世界第1位だったんですね。先ほど専務と会長さんがおっしゃいましたシンガポールは、かつては非常な寒村だったわけですけれども、今世界で第4位の GDP になっているわけですけれども、一人当たりの GDP ですね。日本はなんと今年ですね、38位まで落ちてきたんですね。これからますます下り坂に入るということに関して、ますます日本経済に対する危機ということを感じてきたわけですね。そんなことでずっと何としても一人の優れた指導者、やはり今の過去を考えますと、かつて最も栄えた国は英国だったわけですね。英国もどん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 と衰退しながら、英国病というふうな言われ方をしてですね、そこにサッチャーが現れた。そのサッチャーによってですね、見事に、一時期蘇ったということになるわけですね。一人の人によってそれだけ国は変わる。そして中国は貧困の極にあったわけです。本当の貧困の極にありながら、鄧小平はですね、社会主義市場経済ということを言って、黒い猫も白い猫もネズミを飼う猫はいい猫だというようなことを言ってですね、急成長いたしまして、世界第2位の経済大国になった。そして私はそのブラジルの海域にシンガポールによって極めて寒村であった。石油を買う国もあります。石油国買うはたくさんありますけれども、日本もそうですけれども、シンガポールは水まで買ってるんですね。マレーシアから水まで買う、そういう状況でありながら、一人のリー・クアンユーという指導者によってですね、先ほど言ったように一人当たりの GDP によって世界第4位、繰り返しますが日本が第38位というふうな、これだけ大きな一人の指導者だった指導者によって国というのはそれだけ格差がついてしまうという実態を改めて感じたわけですね。でその間にずっと私も誰かと思いながら、いろんな人たちをずっと見てまいりまして、それから昨今においては YouTube をずっと聞いておりまして、かなり激しい状況もありましたけれども、石丸さんの YouTube をずっと拝見しながらですね、夜遅くまでずっとしょっちゅう見ておりました。そしてやはりこの人は非常に頭の優れた人だと同時に妥協しない人だ、理路整然としているというふうな諸々の状況からですね、この人だと思ったんですね。今までそう思ったことはないんですけど、この人は国を変えるだけの力を持っているというふうなことを思いましたね。今まで私は手紙を書くのが大嫌いですね。ブラジルに3年間いたんですけれども、家に一度も手紙を書いたことないんです。父親がたまりかねてですね、生きてるか死んでるかそれでもいいから手紙をくれということを言いました。したがって生きてるということの手紙を書いたという状況なんですけれども、石丸さんにはですね、初めて手紙を書いてですね、ぜひ一度お目にかかりたい、ぜひ応援をしたいと。そして応援はするけども、それに対する見返りを一切求めるものではないというふうなことで、置いていただいてですね、いろいろ話をしながら、今日の状況になりまして、すごい昨今の状況を見ますと、石丸さんが凱旋いたしますと何千人という人が集まるわけですね。事前に何か準備して人を集めるならいいんですけども、そういうことなく自然に人が集まるという状況ではなくてですね、人が湧いてくるという状況になった。それがどこの場所においてもそういう状況になっているということはですね、既存の政治に対する
本当にもう多くの国民が辟易しているということの事実もありますし、日本の政治に対する希望を持たない方たちがたくさん大勢いらっしゃる。そして石丸さんを見たときに、やはり私と同じようにですね、この人が日本を変えるんではないかというふうなことで、やはり多くの人が集まってくる。私は見ていてね、これは一つの大衆、なんていうんでしょうかね、革命に近い状態が起きるんじゃないのかなというふうなですね、感じがするんですね。なんていう、どういう言葉を使っているかわかりませんけれども、かつてフランス革命というのがありましたけれども、フランス革命も多くの圧政によってですね、国民が立ち上がるという状態になったわけですけれども、今まさに日本がそういう状況に近い状況になっているんじゃないかと思うんです。この時を逃してこの日本が変わっていくということはなかなか難しい、そのように思いますので、あと1日を残して明後日は選挙ということになりますが、最後の最後まで皆さんと共にですね、多くの人、一人の一票でも多くの人を参加していただく努力をしながらですね、明日またもう一日を過ごしたい、そして明後日の投票に行きたい、こんなふうに思いますので、よろしくお願いいたします。